いやー、朝練終わりましたよ。で、フェイストラッキング有効なんねえな、なんで。来た来た。朝練終わった帰り道ですが、今日は、最近のテーマのバックハンドスライス有効活用というので、昨日までいいスライスをたくさん打とうと努力したのは諦めて、今日は、とにかく、スライス、全部いいスライスじゃなくていいというか、スライスをそんな多用しなくていいから、打てるスライス、スライスを打ってもいいなと思える打点の球が来た時に、まあまあのスライスを打つこと。で、そのスライス打つ機会っていうのは結局、チャンス気味のアプローチだったり、あとまあディフェンス気味の球だったりとか、まあいろいろあるわけですけど、あとペース変えたくなった時とかいろいろあるわけですけど、その時に、昨日まではなんかすごい低くて伸びるスライスみたいなものを打ちたいと思って努力してたわけですけど、まあ、3日ぐらいかな、スライスにこだわって無理やりスライス多く打ってやってみて思ったことは、俺にはそのスライスをナチュラルに打つセンスはないなということで、今日は多くを望まずに、とにかくスライスを打つ機会があったら、その時に低いスライスを打てればそれで十分、滑ったりとか深かったりとか、そういうことは期待しないで、最低限弾道が低い球になってれば合格みたいな感じで試してみました。で、スライス、全てのその球スライスで打とうとかも思うのもやめて、基本的にもうスライス打ちやすい球しかスライス打たないし、で、その根本的にスライスの数を減らしながらやると。で、その数少ないスライスをの質を今までよりちょっとでも上がればいいやぐらいな感じでやった結果、まあ少なくとも昨日までよりは全然マシになりました。いいスライス打とうとして当たり損ねたり、ロングになったりとか、そういうことばっかりやってたのが、まあ昨日までのチャレンジだったんですけど、今日は少なくとも、スライス、打つ機会がまあ少ないからっていうのもあるけれど、スライスっていうのは分かりやすいミスっていうのはそんな多くなくて、何球かはまあちょっと低い弾道にしようとしすぎてネットにかけたんですけど、それでもまあまあのスライス打ってることの方が多くて、で、いい効果としては、今までディフェンスの時はもうとにかくスライス面で当てて、相手コートに帰ればいいやぐらいの打ち方したんですけど、とにかくスライス打つ機会があったら弾道低くしようっていうイメージを強く持ったおかげか、ディフェンスのスライスの質がちょっと良くなりましたね。今までふんわりと深くに返そう、でもチャンス、相手のチャンスボールになったみたいな感じのことが多かったのを、今日はディフェンスでも低い弾道である程度返す意識ができてたんで、まあまあ、なんだろう、相手のチャンスボールまでいかない感じでディフェンスすることがだいぶできるイメージがついたかなと思います。あと、アプローチとかで、ちょっとまだあんまりうまくいってないけれど、アプローチとかでいいスライス打とうとしすぎない分、まあまあのスライスでアプローチしやすくなってきたなとか、あと、一球種変えたいなと思ってスライス使うときに、バックアウトとか、当たり損ねみたいなことがだいぶ減って、まあまあ、その相手に叩かれない程度のスライスで返せることが増えたかなと思います。あと、今日、それをスライスを、まあある程度使いどころ限定して使っていこうと思った分、バックハンドのスピンの質を上げなきゃいけないなと思って試してみたのが、今までバックハンドって結構手首をあんまり緩めずに腕で振ってる感じのバックハンドだったんですけど、それだと相手の球が速い時にカウンター気味に打つ時にはまあまあいい球いくんですけど、相手の球が遅い時に力入れてもあんまりいい球いかないっていう問題があったんですね。で、
まあそうやってスライス、バックハンドが、のスピンが弱いからスライスとかに今活路を見出そうと思ってスライス試したんですけど、今日、バックハンドのスピンで手首を結構緩めて使う、なんだ、無理やり使うというよりは手首を緩めることによって稼働させる、勝手にスナップ効くような動きになるみたいなことを意識して、脱力、手首の脱力っていうんですかね、これなんていうのかわかんないです。手首に力を入れて振るんじゃなくて、手首が大きく動くように脱力して振るみたいな打ち方を試してみたら、序盤のストローク練習では結構なんでしょう、この脱力して手首の返りが遅くなる分、振り遅れが目立ったんですけど、後半だいぶ慣れてきて、クロスにバックハンドを打つときには、まあまあ今までより質がいい球がいくイメージがだいぶ出てきました。ただストレートはまだちょっと振り遅れて、ストレート、サイドアウトってことが多いんで、クロスの時はすごい脱力を多く使って、ストレートの時は今までみたいにちょっと手首固めて打った方がコントロール効かなとは思うんですけど、まあそれもそのうち慣れてきたら、ストレートも脱力して打てるといい球いくのかな。高い打点とかは、をフラットに打つ時は手首を使わずに、高い打点でも低い打点でも、なんだ、スピン量を増やしたい時には手首を脱力するといいのかなっていうイメージがちょっと出ました。というわけで、今日はスライスをなんとかしようというのをメインテーマとして始めたんですけど、結果としてはバックハンドクロスのスピン系の球の威力が上がって安定感が増したかなという感じです。で、ストレートはまだその打ち方だとうまくいかないけど、まあ、可能性は感じるんで、今後もストレートもそれをある程度使えるようになっていけるといいなという感じでやろうと思います。で、スライスはそういうスピンの威力を向上させる時のオルタナティブ的な目先を変える選択肢として、スライスもすごいいいスライスじゃなくていいから、意味のあるスライスを打てるとようになるといいかなと思います。いや、今日のだから朝練はすごく身になりましたね。バックハンドスピンの質が良くなってきたなっていう感触と、あと、それが上がった分だけスライス、そんなにいいスライス打たなくても、とにかく浮かせないスライスさえ打ってればなんとかなるんじゃないかという感触がつかめた感じです。あと、サーブはちょっとヒントぐらいしかまだ来てないんですけど、今まで打ってたフラット系のサーブを、もっと打点のところでボールが当たる瞬間に集中すると、フラット系の中での回転のかかり具合がコントロールできるのかなという感触がちょっとあって、もう今週ちょっと残り天気悪いんで朝練できないから、試すの来週とかになっちゃいそうですけど、このフラット系サーブをちょっと安全に縦回転を多くしてみたり、伸びるようにしてみたり、横回転を多くしてみたりとか、そういうことをなんかあそこの打点に集中して狙っていくことでできるんじゃないかというヒントが今日のサーブの中であったんで、次はそのサーブに関してはそれを試していきたいですね。それが、その感触をつかめると、今後なんかスピンサーブとかにも使えるかもしれないですね。今まで結構なんかスピンサーブもフラットサーブも結構なんかここの打点で芯で捉えるぐらいまでしか考えずに、解像度低い感じで打ってたんですけど、当たる瞬間にラケットとボールが当たってジョリッと当たる感触のフィードバックが、どっち側の回転に寄ってるかとか寄せれるかみたいなところで回転をコントロールできるなら、ちょっと今後、サーブの質が上げれていけるような気がしてます。上げれるといいな、ぐらいですかね。というわけで、今日はなかなか実のある朝練でした。